ヒカキン TV Everyday。 ハロー YouTube。 どうもヒカキンです。私ヒカキンと言ったら、はい、こちらコカコーラね。で、コカ・コーラといえば、キンキンに冷えた状態でね、飲みたいですよね。なんか瓶で飲むと余計美味しく感じるとかありますけれども、今日はね、多分一番美味しく飲めると思われるグッズを買いました。それがこちら！リデルコカ・コーラグラス。はい、こちらちょっと開けますね。よっ。うおー！はい、こちらでございます。アマゾンで買いました。リーデルコカ・コーラ。で、このリーデルっていうね、ブランド、どんなブランドかというと、まあ、僕も知らなかったんですけど、オーストリアで250年以上の歴史があるワイングラスブランドだそうです。そこが出してるコーラ専用グラス。これやばいでしょ。雑誌見ててね、書いてあって買ったんですけど、アマゾンで、2374円で買いました。じゃあ開けてみましょうか。やべえ、なんか。ああ、開いた、開いた、開いた。せーの、パカ。うおおおおおおお、ビールみたいな感じだな。ビールのグラスみたいな感じ。うわ、あ、すごい。これね、うちにないタイプのいいやつだ。めちゃめちゃ薄いの。なんだこれ。あのね、なんつうんすかこれ。デコピンしたら割れそうなぐらい薄い。なんつうんだろう。お、音も。割れたらシャレになんないけど、いいやつってね、すぐわかる。あの、めちゃめちゃ軽いの。もうこれなんか何も持ってないみたいな。これちょっと洗って飲みたいと思います。はい、コーラ、コーラじゃねえ、はい、氷入れてきました。ここにコーラ入れます。で、なんでもね、まずここで香り嗅ぐのと、ここに入れてから嗅ぐのではね、広がりが違うらしいんですよ。あとね、なんか泡の大きさとかも変わるように、すごいね、これ2年かけて作られたらしいんですよ。研究に研究を重ねて。だからいきますよ。そーっと入れようかな。おお。むむむ。美味しそう。で、一回細くなってまた太くなってる感じね。お、お、なんか、お、お、なんかいい感じ。なんかいい感じしてる。おお。うお、なんか CM みたい。CM っぽい。で、まず香りこっちを嗅ぐと。あー、なるほどね。おお。ほんとだ！あれ？え？ちょっと待って、泡出して。え、全然なぜかこっち香りがしないのに、めっちゃ香りが広がってる。マジか？これはすごいんじゃないのか？あ、まず普通のコーラ飲んでみよう。まず普通に飲んでみよう。ああ、美味しいね。まあ、氷入っちゃってるけど、まあ、いただきます。ん？ん？ああ、これね、まあ、氷入れちゃったからね、ちょっとこう対等に比較できなかったかもしれないんですけど、グラスで飲んだ方が断然美味しく感じました、僕は。あの、香りがまずなんか強く本当に感じたのと、あの、注ぐ時にちょっと炭酸が抜けて、僕はこっちの方が断然好きでしたね。あの、このまま飲むと、まあ、炭酸は抜けてないんですけど、口の中でこう泡が広がるんじゃないですか。うん。こっちだとそこまで泡々しくなんなくていいですね。持ちやすいし、まあ、正直ね、あの、買う前はまあ変わんないでしょって思ってたんですけど、変わるね、これ。まあ、僕正直ね、ワインとかもほとんど飲まないんですけど、本当にそういうワインとかってグラスで味変わるんだなっていうのは感じましたね。これお店とかもコップ重要だね。これ結構勉強になったわ。ブンブン、トゥデイズヒカキンズポイント、ワンハンドレー。いや、正直本当にびっくりしました。まあ、もちろんね、グラスで言ったらいい値段するんですけど、まあ、2300円なんで、コーラ十何本我慢して買うと、今後のコーラライフがガラッと変わる商品なんじゃないかなと感じました。コーラ大好きな方、概要欄に Amazon のリンク載せておきますので、よければご覧ください。本日もご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム、いきますよ。最初はビンモン、じゃんけんポン、バイ。
YouTube 主役は君なのさ。